はい、どうも、山の会議室、山のです。お願いします。本日は、便秘の話をします。はい。皆さんどうですか？便秘してます？便秘ってね、怖いよ。うん。今日、話す話の中にも入れてますけど、便秘ってね、皆さんが思ってる以上に怖いです。はい。なので、今日の動画を参考にしていただきながら、真剣にちょっとね、便秘と向き合った方がいい。うん。じゃないと、ちょっと命に関わります。いや、マジで。笑い事じゃないから。うん。っていう話をちょっと今日はしていこうかなと思います。で、今日は、だから、意外な便秘の真実とか、そういう、あとは意外なというか、便秘の皆さんが思ってるよりも、便秘って怖いんですっていうような、話を3つに分けて、していこうかなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いしますっていう話なんですけど、もう今日の話に関わらず最初に言っといていいですか？なんて言ったらいいんやろ、薬に頼りすぎるのはやめよね。うん。なんていうのかな、皆さんのその便秘に対する認識って、まあ、人によるよ。もちろん人によるけど、そんな大したことないやん、たかが便秘やろって思ってる人の割合の方がやっぱり多いんですよ。やっぱり私もいろんな方接客してきたけど、やっぱそっちの人の方が多いですよ。どうせ便秘やろみたいな、ちょっと薬飲んどいたらいつか治るやん、どうせうんこなんかすぐ出るやんか、みたいな人の方が多いんですよ。でもこれを舐めてると、本当に痛い目に遭う。で、たかだか便秘やから薬に頼ってなんとかなるやろうと思って薬をしょっちゅう飲んでたら、マジでうんこ出なくなるからね。うん。人工肛門つけなきゃいけないようなことになったりとかっていう怖いことにつながったりするから、ほんまに舐めんといてほしいし、薬に頼る一辺倒の対策方法っていうのは絶対やめといてほしいです。はい。で、薬使うんやったらこう使いなはれやっていうようなお話も最後にしていきますんで、はい、ぜひ最後まで見ていってくださいねっていうお話でございます。はい。そしたらじゃあ意外な便秘の真実とか、意外な便秘の怖さの部分を、3つに分けて解説していこうかなと思います。はい、じゃあまず1つ目ですね。1つ目は、実は便秘って定義決まってないんですよ。はい、これ意外ですよね。ね、これあんまり知られてないんですけど、実はそうなんです。皆さんね、なんかこう、1週間ぐらい出ないとか、5日間ぐらい出ないとかっていうのが、なんか長いこと出ないのが便秘やと思ってるでしょ。違うんですよ。それこそ、毎日出ていたとしても、極端だしね、毎日出ていたとしても、残便感があったりとか、腹部の膨満感を感じていたりとか、なんかこの辺気持ち悪いなっていうようなことがあるんであれば、それは便秘です。逆に極端な話で、5日後にね、5日おきに出ていたとしても、腹部の膨満感もなく、特に毎回、こう、めっちゃ出した後にめっちゃスッキリすると、もう、ああ、出たっていうような感じがあるんやったら、もうそれは便秘じゃないんですよ。そう。これ意外に知られてないので、これも分かっといてほしい。だから、私3日出てないわ、5日出てないわ、5日出てないけど、うん、出した後はスッキリすんねんっていう人が、薬飲む必要ってあると思います？ないんですよ。そういう、いわゆる、本人さんが、スッキリしてるにもかかわらず、薬を飲んじゃうと、5日とか3日とか出てないから、イコール便秘だよねと思って、間違った薬の飲み方をしてしまうと、便秘でもないのに、薬の副作用だけ、こう持ってしまうようなことになるんですよ。便意を感じにくくなったりしてしまうというのは、逆にその、薬を飲むことによって、本来便秘じゃなかった人が便秘になっちゃうっていうようなことすら、あるので、便秘の定義がそもそも決まってねえよと、ご本人様の感覚に委ねられるところがすごく多いから、そういうとこ気をつけてくださいねっていうお話が一つです。はい。個人差があるから何とも言えないけど、そもそも定義決まってないよっていうことは大前提として覚えておいてください。まずこれが一つ目ですね。はい、次二つ目。これ二つ目も超意外です。超意外なんですが、皆さんね、便秘になったら何します？薬以外で。何します？多分ね、頭によぎんのって、食物繊維ですよね。ね。例えば、ごぼう食べようとか、野菜食べようとか、なんかいろいろね、食物繊維なんかサプリメント取ろうとかって思うじゃないですか。これ、間違ってる可能性が非常に高いです。はい。二つ目は、食物繊維を取ると便秘になるパターンがあります。はい。これも意外ですよね。便秘イコール食物繊維じゃないですか。食物繊維取っといたら、なんか便通が促されてとかって、ネットで調べてもいっぱい出てくるし、ドラッグストアに行ったらそういう話も聞きますよね。はい。これが、間違ってる場合があります。はい。どういう場合かっていうのを解説しますね。食物繊維って基本的に2種類あるんですよ。一つが不溶性食物繊維、水に溶けない食物繊維ですね。もう一個が水溶性食物繊維、水に溶ける食物繊維。だから要は、不溶性と水溶性、この2つがあるわけですよね。で、それぞれ便に対する役割があって、不溶性っていうのは便のかさ増しです。便の体積を増やして、
しっかり出そうというようなものが、不溶性食物繊維です。不溶性食物繊維を取ると、腸を刺激して、こう、排便を促すような、蠕動運動を促すような作用もあるので、不溶性食物繊維すごくいいっていうふうに言われてます。はい、実際言われてます。で、もう一個、水溶性食物繊維は、便に水分を与えて、便を柔らかくして排便を促すような、スルッとこう出してあげるような、役割があります。だから、食物繊維実際いいんですよ。いいんですけど、それぞれ落とし穴があるので、ちゃんと気をつけて覚えておいてくださいね。はい、まず、不溶性食物繊維から解説しますね。不溶性食物繊維を取ると便秘になるパターンとして、もともといいですか、もともと便秘の人が急に焦って不溶性食物繊維をぐわーって取ると、逆に便秘が悪化することがあるんですよ。わかります？あのね、どう言ったらいいの？さっき言ったように、不溶性食物繊維で便のかさ増しするわけですよ。だから、便が、まあ、わかりやすくでかくなるわけです。ね。もともと便秘の人で、出口に便が詰まってるにもかかわらず、さらにその便をでっかくするようなことしてしまったら余計出ないの、わかります？わかりやすく言えば、そやね、車の渋滞で考えてみてください。見てください。車が渋滞してる時って、じゃあどうやったら渋滞解消します？車の台数減らさなきゃいけないですよね。台数減らしたらスムーズに流れていきますよね。でもここに不溶性食物繊維を足すということは、つまり分かりやすく言うと、車の台数がただでさえ多いのに、さらにそこから後ろからどんどん車がやってくるようなもんなんですよ。絶対渋滞、解消しないじゃないですか。余計悪化するでしょ。それと一緒。そんな感じなんで、不溶性食物、もともと便秘の人が急に不溶性食物繊維を取ると、そういう落とし穴があるので、それも気をつけてねっていうことです。はい、これが不溶性食物繊維の注意点。もう一個、水溶性ですね。水溶性食物繊維も急に取りすぎると便秘が悪化するんですよ。はい、これも意外な真実ですので、きちんと知っておいてください。あのね、わかりやすい、一番わかりやすいのがサプリです。例えば、なんとかファイバーとかってあるじゃないですか。あれをこう、さーって飲んで、こう、ごくっとね、水でいっぱい飲んでしまって、食物繊維をこう手軽に取るっていうようなやり方あるじゃないですか。あれをね、意識しすぎて、もうなんか量とかも特に決めずに、毎日なんかもう 10袋とか10包とかなんかもう大量にガッて取ると、逆に便秘悪化するんですよ。これなんでかっていうとね、水溶性食物繊維、水に溶けるね、水に溶けるということは、つまりは逆に言うと水を吸い込む性質もあるわけですよね。そうなると腸の中の水分をその食物繊維が吸い取ってしまって、腸内環境の中で水不足が起こると。水不足が起こって腸内環境カラッカラになったら、どんだけ便が潤ってたとしても出にくいわけですよ。そういうことに陥るパターンがあるんですよ。なので、不溶性にしても、水溶性にしても、急に大量に取り始めると、やっぱ良くない。だから順序があります。その解決方法は最後に言いますんで、ぜひ聞いておいてください。はい。ということで、食物繊維も、急に取りすぎると便秘を悪化することがあるので気をつけなはれやっていう話でした。はい。次、最後、三つ目ですね。三つ目。便秘ってね、実はね、寿命縮みます。はい。これがさっき言ってた怖い真実のところですね。便秘って寿命縮むんですよ。めっちゃ怖いでしょ。便秘ってね、放置しておくと、寿命を縮みます。はい。これね、2010年のメイヨクリニック、アメリカのメイヨクリニックですね。すっげえ権威の高い病院です。はい。2010年のメイヨクリニックの実験で、観察研究なんですけど、便秘の人と便秘じゃない人を比べて、その後観察して追いかけましたよっていう実験なんですけど、便秘の人の方が、15年後の生存率が4分の3になった。要するに、便秘の人が15年経ったらたくさん死んでましたっていうことです。はい。わかります？寿命縮むってことなんですよ。怖いでしょ。これね、観察研究なんで、はっきりとした因果関係分かってないんですけど、考えられる原因の大きな一つとしては、腸内環境の悪化による免疫の低下が考えられると。さっき言ったように、便秘してるとやっぱ腸内環境悪化してきたりするわけですよ。ってなると、腸内環境って免疫の 70% ぐらいは左右してますから、腸内環境が悪いイコール、いろんな疾病にかかりやすくなるわけですよ。で、その結果、早くこう、生存率がこう、なくなってしまうんじゃないのっていうような、生存率が低くなってしまうんじゃないの、早死んじゃうんじゃないのみたいな、研究結果になってます。怖いでしょ。だから、たかが便秘っていう風に侮らんとってなっていう話なんですよ。はい。ということが、私が今日伝えたかったまず3つです。はい。で、最後にですね、じゃあどないしたらええねんと思いますよね。こんだけ言ってね、いろいろ聞いてね、思いますよね。はい。あのね、いろんな方法あります。本当にいろんな方法ある。食物繊維を取るっていうのは、実際正しい方法やったりするから、これを聞いて食物繊維じゃあ取らんとこじゃないですからね。食物繊維取るのはすごく大事なんですけど、まず一番最初のファーストステップね、いろんなパターンあるけど、とりあえずね、1個例として聞いておいて、まず一番最初のファーストステップとして、
今便秘してるんやったらその便とりあえず出しましょうやっていうことが一番最優先な大事なんですよね。要するに詰まっとるもんさっき出しといたら、あとはもう腸内環境整えたらよろしいですやんっていう話なんですよね。じゃあどうしたらいいかっていうと、もう一つです。干潮してください。はい。昔はね、干潮って癖になるからあんまり使わん方がいいよねって言われてたんですよ。でもこれ最近の研究で、見直されてきていて、もうとりあえず溜まっているものを一回干潮でもう出してしまって、一回リセットして、そこからいろんなもの構築していきましょうね。食生活やったり、運動習慣やったり、そういう風なものを構築していきましょうね。それでこう解放に向かっていきましょう。みたいな考え方が一番もうこう最新の考え方、で実際病院でもやってるやり方になってくるので、もし今便秘ですでにこう詰まってなかなか出ないっていうんであれば、一回干潮して出すもん出してから食生活とか運動習慣とか睡眠習慣とか見直した方がいいと思いますっていうお話です。その他にもいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけど、まずは今の当面の課題をクリアするっていうところから、やってみてもらった方が私はいいんじゃないかなと思いますんで、ぜひ、そういう風にやってみたらよろしいんじゃないかなと思います。はい。で、じゃあ他の薬はどうなのと。飲み薬ありますよね。飲み薬はどうなのっていうお話があると思うので、飲み薬が気になる方は、ぜひこちらの動画見てみてください。はい。私過去に、病院の薬と市販の便秘薬とどっちが効くのみたいな比較の動画を出したことがあります。はい。この動画、処方箋動画として置いときますので、非常に参考にしていただけるんじゃないかなと思います。必ずしも病院の薬を飲まなければいけないわけではないと。市販でもいいっていうことも十分あるので、そういうことも考えてもらいながら、この動画を参考にして対策してみてもらったらなと思います、というお話でございました。ということで本日は便秘について案内をしてまいりました。いかがだったでしょうか。この動画お薬になりましたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録の会議の参加もぜひお待ちしております。それではまた次の会議でお会いしましょう。解散。